マクドノーはアメリカ海軍の駆逐艦。ファラガット級駆逐艦の3番艦。艦名はトーマス・マクドノー大将にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。マクドノーは1958年4月15日に DLG-8 としてマサチューセッツ州クインシーのフォアリバー造船所で寄港する。 1959年7月9日に、アグネス・マクドノー、ウィルソン夫人によって浸水し、1961年11月4日に、艦長ウィリアム・ジー・ハーレー中佐の指揮下収益した。1975年6月30日に DDG-43 へ、艦首変更される。拡張された成長及び訓練期間後に、 マクドノーは1962年9月23日母校のチャールストンに到着、大西洋艦隊第6巡洋駆逐戦隊の帰還任務に就く。1ヶ月後、第2艦隊の部隊と合流しキューバ封鎖任務に参加、部隊が感謝祭の日に解散するまで同海域に泊まった。1963年の上四半期は、評価部隊の支援のもとフロリダ沖での、 ミサイル発射試験及び運用試験に費やされた。3月に、チャールストンに帰還、チャールストンから、ノーフォーク海域での作戦活動後、第6艦隊に合流するため6月4日に、出航した。マクドノーは、秋まで地中海を巡航し、艦隊演習及び訓練活動を行った。10月26日に、東海岸に帰還し、チャールストンでの作戦活動を再開する。 1964年に入ると、マクドノーは、プエルトリコ南方に向かい、第二艦隊と共に訓練を行う。この訓練活動期間に、大西洋艦隊の対空実射演習に参加した。同演習では、無人標的機に対するミサイル発射も行われた。マクドノーは2月の2週間を、チャールストンで過ごし、続いて再び東海岸での空母部隊との演習を行い、 大西洋でヘリコプター運用評価試験を行った。チャールストン海軍造船所での半年間のオーバーホール後、マクドノーは1964年7月10日から12月22日まで2度目の地中海配備に就く。その後1966年9月半ばまで母港沖合での作戦活動に従事し、続いてグアンタナモ湾の大西洋ミサイル試験海域での 訓練演習を行う。11月初めに母校に帰還し、マクドノーは地中海配備の準備を行い、月末に出港した。1966年4月8日にマクドノーはサウスカロライナへ帰還し、東海岸南方を呼び、カリブ海での艦隊演習を再開した。夏には海軍兵学校生の訓練巡行を行い、演習、ランタフレックス66を呼び、 対空、対戦、揚陸演習に参加後12月16日にチャールストンに帰還した。東海岸でのさらなる訓練後、マクドノーは再び海外配備の準備を行った。1967年5月2日に4度目の地中海配備のためチャールストンを出港。夏には海軍兵学校生の訓練巡行で、 多くの地中海の港を訪問し、いくつかの合同演習に参加後、10月28日に、チャールストンに帰還した。マクドノーは1968年5月まで、第2艦隊と共に活動し、その後地中海に、再び展開、9月に母港に帰還すると1969年まで、東海岸に泊まった。マクドノーは1992年10月23日に、 退役し、1992年11月30日に除籍その後、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。